どうも皆さんこんにちは、ビデオグラファーのシュウケイです。僕はですね、普段は会社員をしながら平日夜や週末の時間を使って観光 PR やドキュメンタリーといった動画を制作しております。今回はですね、ハイクオリティな動画の撮影に必須なフィルターの活用方法というテーマで、こちらのですね、まるみさんの3種類のフィルターをご紹介していきます。まず1つ目がですね、こちらのクリエーションバリアブル ND2.5 から ND256V ということで、まるみの中でもですね、プロ仕様かつスタンダードな可変 ND フィルターとなっております。動画の場合はですね、写真とは異なって特に屋外のシーンで、必ず ND フィルターを使用しなければならないシーンが数多くあります。 ND フィルターによってですね、適正なシャッタースピードで撮影することができ、カクつきのない自然な残像を出したり、蛍光灯がチカチカするようなフリッカーを防いだり、あるいは F 値開放で空が白飛びすることなく、ぼかした奥行きのある映像を撮ることができます。映像制作の場合はですね、天気や太陽の明るさ、向きによって露出がコロコロ変わってしまうので、 ND フィルターの濃度を手元で簡単に調整できる可変 ND フィルターが最も一般的に用いられています。こちらの可変 ND フィルターは ND ミニマム 2.5 から ND256 の8ストップまで濃度を上げることができるので、基本的には屋外屋内問わず幅広いシーンで使うことができます。ただし256まで上げてしまうと広角の場合は若干ムラが出るので、この X マークのところで留めておくのを推奨します。かつフィルターの両面にですね、撥水だったり棒だったり静電気の防止の加工があって、汚れやゴミが付着しにくい設計になってます。この他にもですね、より濃い濃度まで調整できる ND40 から ND4000、 よりベーシックな ND2.5 から ND500 もありますので、お好みに合わせてお使いください。次にご紹介するのがこちらのマグネットスリム ND フィルターです。こちらの特徴はですね、可変 ND フィルターみたいにくるくると回してねじ込むものではなく、マグネット着脱式となってます。専用のアダプターをですね、用いることで ND フィルターを同時に装着することができ、かつ追加で何枚も重ねていくことができます。実はですね、このマグネットスリムのシステムの存在を知ってからですね、正直もうほとんど可変 ND フィルターを使わなくなってしまったっていうぐらい、かなり愛用させていただいてます。動画用途としてはですね、こちらのマグネットスリムムービーキットを買えば基本的なものはですね、全て揃えることができます。中身はですね、マグネットスリム ND2、4、8、16に加えて専用アダプター、キャップ、ポーチの7点がセットとなっています。ありがたいポイントとしてですね、フィルターごとに原稿量の段数のメモリがついています。例えば明るい晴れた日であれば、この ND8 と ND16 を組み合わせて合計7ストップ分の原稿ができるといった具合に、今何ストップ分の光の量を絞っているかっていうところが分かりやすくなったり、この付属しているポーチにですね、 ND 全て入れておけば必要な段数のものですね、パッと取りやすくなっています。可変 ND フィルターに対してのメリットはですね、主に2つあるかなと思ってます。1つ目がですね、圧倒的に早く ND を着脱できるというところで、屋外からですね、暗い室内に入った時だったり、動画から写真に切り替えたい時は一時ですね、フィルターをくるくる回す必要がなくて瞬時に着脱することができるので、非常にスムーズに ND フィルターの付け替えができます。2つ目のメリットがですね、カメラやレンズの本来の画質を失わないというところで、こういった単体の ND フィルターはですね、可変 ND に比べると ND 濃度を上げてもですね、比較的変色だったり X ムラと言われるのは色ムラだったり、周辺が変更してしまうようなケラレが抑えることができます。画質をですね、下げることなく、かつ編集でですね、カラーコレクションに無駄に時間をかける必要がなくなるので、非常にですね、嬉しいポイントかなと思っております。もちろんですね、こういった可変 ND の方は手元だけで濃度を調整できるので、脱着の必要がないというところで、かなり機動力の分があることもあるんですけども、とことん画質にこだわりたいっていう時はこちらのマグネットスリムフィルターかなり重宝しますので、一つですね、システム持っておくとかなりいいこと尽くしかなと思います。最後にご紹介するのはですね、こちらのマグネットスリムブラックミストフィルターです。ブラックミストはですね、ハイライトやシャドウ部のコントラストを抑えて柔らかい描写を生み出すソフトフィルターで、取っ手出しでですね、シネマっぽい世界観を出すことができます。なんとですね、こちらのフィルターもマグネット着脱式になってまして、ND の上にですね、同時に重ね付けすることができます。特にですね、夜は街のライトアップの光源をふんわりにじませたり、昼でもですね、太陽の光をふんわりさせることができ、ポートレート撮影でもですね、味のある描写を出すことができます。種類はですね、よりソフトフィルターの効果の強い4分の1、そして少し効果を抑えた8分の1の2つがありまして、もちろん好みによりますが、僕はですね、動画では昼夜そのまま使っても違和感のない8分の1がですね、個人的に好きです。一方で写真ではですね、より印象的にするために4分の1を使うこともかなり多いので、この2つをですね、使い分けることがおすすめです。はい、以上がですね、こちらの3種類のまるみのフィルターのご紹介でした。
ぜひですね、皆さんもハイクオリティな動画撮影をですね、こちらのフィルターを使って楽しんでいただければと思います。